ルカチャンネルのショーです。車がムーブに変わりまして夜になりました。夜がどんな感じかっていうのをちょっと見てみたいなっていうのと、あとガソリンを入れに行こうかと思いまして、とりあえずちょっと表を見てみましょう。ライトつけないとね。さあどんな感じなんですかね。やっぱカメラ越しにはちょっと映りが難しいかな。いやブレイザーの時がフォグがついてなかったので、フォグがつくだけ全然やっぱなんか違うかなって感じですね。後ろこんな感じなんですね。カメラ越しだと結構テールが明るく見えますけど、実際はもうちょっと暗いですね。ガソリンを入れに行ってみましょう。今まだガソリンはほとんど入ってない状態なので、今回ガソリンを満タンにして、でその次ですねに大体燃費が出るかなと思います。一応表示に今の平均燃費っていうのが出るので、実際がどのくらいかは、今日入れてからになりますね。さあどのくらい走るんですかね。楽しみだな。今ガソリン全部なんていうぞ、ガチャコって中に入れて奥まで入れて握レバー握るじゃないですか。したらちょっと入れたらガチャって止まるんですよ。なんかよくやったけどよく分かんなくて、なんでちょっと手前でやってて今入れたんですけど、ちょっと怖かった。ドバって出る、溢れるかなと思っちゃった。じゃあ満タンにしたので、トリップとかがもう買った時のまんまなんで、ここで一回ゼロにしましょう。平均燃費もゼロになった。トリップどうやって消すんだろう。あ、こっちか。よし、これで今からがスタートになります。今からだったので27ぐらい入りましたね。さあ今帰ってきたんですけど、これだけ見るとなんか燃費よく見えるよね。まあ言っても1キロぐらいしか走ってないけど。さあこれでじゃあ何日持つのかっていうのと、その時に燃費がどのくらいなのかっていうのをちょっと見てみたいと思います。はい、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。